こんばんは、トシャケでございます。でね、本日もスマスロ関連プラスアルファちょっと行ってみたいと思うんですけれども、今ね、8月1日の夜19時半でございます。先物がね、マイナス 0.3 ポイント減というところで、欧州がね、結構今下がってる感じですね。はい。まあ、円安がね、ドルとユーロに対しても引き続き続いているという状況でございますが、まあ今日ね、やっぱ全部来ましたよね。ユニット3兄弟。まあその中でもね、地味にね、活躍してるマミヤちゃんにちょっと行ってみたいと思うんですけどね。うん。今日やっぱ出来高ちょっと増えてましたよね。30万株ぐらい。で、今日1万株ぐらいのね、途中、蓋ができてたんですよね。1650円。まあ多分これを見ればわかるんですけど、多分この、違うか、ここかな。ちょっとこの辺りね、私見えてなかったんですけど、あ、違う、多分この辺り最初の方だったかな。途中からね、ちょっと全然見えてなかったんですけど、はい。今ちょっとね、見てみたいと思う。まあね、そのパックリ食いもね、結構あって、途中やっぱだれてきちゃったんですよね。うん。あ、失礼しました。朝の段階ですね。9時48分ですね。うん、ここだ。で、一気にグイーンって抜けてきたんですけど、また戻ってきたというところでね、これ非常にね、なんかいい感じかなとは思ってるんですけど、まあ、ただちょっと明日からね、戻ってきそうな気もしますね。うん。今ここにぶち当たってるんで、で、まあ、移動平均線、強い状況ですというところで。まあ、あれさえね、まだ加熱水準じゃないんですけど、明日まあちょっと調整があるかなっていう感じは、個人的にはしてます。はい。で、まあ、明日決算なんでね、どうなるかっていうところなんですけど、まあ、ここもね、いい決算じゃないかなと思っております。前回が第1クォーターでね、ここ、QOQ でね、結構伸ばしてきてるんですよね、ずっと。これがまあ、続いてくるかどうかってところがね、見えてくるのと、まあ、マースとかの状況から言えばね、ここもね、来てもいいんじゃないかなと。できればね、株主還元とかちょっとやってほしいなって気はしてるんですけど、はい。まあ、どうなることやらというところの、まあ、マミヤでございます。で、やっぱね、今日の主役級の動きはマースじゃないですかね、というところでございますね。うん。はい。で、まあ、チャートもね、ぶち上げたんですけど、やっぱりね、そうなんですよね、多分。この、より点っていうか、こんな感じになるんじゃなかろうかというところは合ってましたと。うん。まあ明日からどうなるかっていうところはね、ちょっと、なんとも読めないかなっていうのもあるんですけれども、まあもしかするとね、ここにちょっと多分調整局面には入りそうな気もします。まあ、ただ前回のようにこんな下げはないかなとは思うんですよね。はい。まあ、戻ってきても多分このくらい。3100円とかそのくらいまでは戻ってくるんじゃないかなって気はしてます。はい。で、あとね、ちょっと信用状況ね、大黒電機とかちょっと気になるんですけど、やっぱここもね、来ましたよねと。うん。まだここが一番多分ね、いいんちゃうかなと思ってます。まあ明日多分ね、ここも調整してきて、4200、300ぐらいまで来るんじゃないかなとは思ってるんですけれども。はい。で、まあここはね、比較的そんなに下げる強い感じでしたと。で、ジョイコはね、なんか急激に下がってたんです。やっぱね、戻ってきたというところはありました。で、地味にね、いいのは多分、ジョイコが、ちょっともしかすると上がりやすいんじゃないかなって気はしてます。はい。ちょっと今日のね、需給状況気にはなるんですけど、まだね、この西グマのところにいるんで、もしかすると、徐々上げで来る可能性はね、あるかなと思いますし、この時のね、強いジョイコ、復活、もしかしたらね、あるかなとも思ってるんですけれども。
まあまだね、RSI の過熱感もないですし、まあ、MACD は組んだぐらいというところでね、出来高今日ポコンってできてるんで、はい。まあどうなるかってとこですね。はい。で、まあついでにね、今ユニットやってる泉なんですけど、泉はまあこんなもんかというところでございますね。うん。まあ特に可もなく不可もなく。おそらく決算は、まあそんなにね、いい決算が出ないとは思うんですけど、はい。まあちょっとね、入るのは決算後でも十分いいんじゃないかなとは思ってます。はい。で、まあグローリーもね、ちょっとついでに見ていると、やっぱりね、グローリーも、うん。来ましたと。で、今ちょうどこの位置なんで、こっから西グマとかに沿ってバンドウォーク上昇になるかどうか。これ明日からね、正念場なんですけど、決算が8月4日に来てるんで。まあ、ただ今期の見通しはね、グローリー、いい感じになってますので、まあ、そのあたりがね、うん、どう出てくるかなんですけど、一応会社予想では中間期での、利益、経営常50億っていうのを出してるので、うん、ここですね。まあ、これがね、どこまで近づいてくるか。なんですけど、うん。うん、ちょっとま、どうなるかですね、これ。うん、計算非常に気になりますと。まあ、ここ抜けてきたらね、ほんと入るかなって気もしてるんで、はい。展開的にはグローリーいいんじゃないかなと思います。で、まあ、もう一個ね、主役といえばフィールズ。いやー、これ本当にね、誰かもう狙ってますよね、と。この3170円。で、これ、まあ、ここからね、またバンドウォークで来そうなんですよね、非常に。で、MACD この位置だし、RSI はね、まだいけるんじゃないかなと。で、移動平均線はね、こんな感じというところで、うん。フィールズはちょっと面白いね。はい。このままね、要注目って感じではあります。はい。で、まあ、あとね、6257の富士商事。富士商事もね、いつの間にかね、1400円から離れてましたね。うん。まあ、ここもちょっと組んでくると面白くて、ここまで行きそうな気もしております。はい。で、まあ、ボニンジョバンド、今、西グマのとこにタッチした。こっから跳ね返されるか、こっからね、上昇トレンド形成になっていくかってとこなんですけど。どうなんかなっていうとこではね、ありますが、まあ、見ててもね、全然監視銘柄に。うん。十分入ってもいいんじゃないかなとは思っております。はい。で、あとはですね。まあもうね。ユニバーサル。ユニバーサルもね、うん、ちょっとここ気になりますよね、ずっと。じわじわ上がっていってんです。今日ちょっと入ったんですけど、あまり弱かったんで、ちょっと一旦ね、手仕舞いはしました。若干のマイナスではありますが。やっぱね、思うように、パコーンっていかなかったんで。まあ、ただここももしかすると、このくらいまでのね、ボリンジャーバーの幅になりそうかなと気もしますよね。うん。で、まあ、一旦、底打ち感はあるかなというところで、はい。またね、ちょっと狙っていきたいなとは思ってるんですけれど。で、平和もね、今日徐々に上がってきましたというところでございます。まあ、ここもね、そのままでいいかなと思います。で、産業はね、ちょっと今日あんま見えてなかったんですけど、非常に綺麗な形と。似てるんですよね、どこも。多分どっかが、バンドウォークのここ、西グマに沿っていけば、他もね、追随してくる可能性はあるんですよね。で、ただこれもやっぱ決算なんですよね、多分。まあ、それがどうなってくるかってとこではございますんで。ちょっとね、決算またぎはやっぱ怖いんで、やっぱ、またがずに入る。まあ、持ってるか、相当者で持ってる方は別にまたいでも全然いいかなと思うんですけど。やっぱ新たに新規で入ってる方はね、ちょっと持ち越しはあんまりしない方が、うん、やっぱ身のためになるかなと思ってます。はい。で、あと、ジャルコもね、何気に上がってきてるんですよね。うん。やっぱの、なんかどこも一緒っぽいんですよね。まあ、ここから来るかどうか。で、8月10日の決算。となっております。はい。で、あとは、
あとまあ、スマスト関連2銘柄なんですけど、やっぱセガサミ。サミ、ツヨシ。で、昨日言った通りでしたね。うん。だいたいね、下から上にグインっていくんですよ、サミって。で、今この位置なんで、明日もしかして調整してのこんな感じね。調整してのこんな感じ。いきそうかなと思ってます。で、まあ、進捗も非常にいいというところと、第一クォーターの決算が、まあ、かなり良かったと。で、まあ、主にやっぱスマスト関連なんですけれども、まあ、売上もね、かなり好調であったし、で、あとやっぱリゾート関連ね、このあたりもね、ちょっと、上向いてほしいなってのもあるんですけど、で、セガサミーね、ここから下期にかけてゲームタイトルがかなり出てくるんで、うん、これさらにね、どんどんプラスになっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そうなってくれば、一株配当、DOE 3% なんで、ここもね、なんかあるんじゃないかなって気もしております。はい。で、あとは、これだってセガサミーが来たら DMB も来るんじゃないですかというところなんですよね。で、DMB もね、非常に私好きな銘柄で、結構暴れ馬なやんちゃなとこあるんですけれども、まあ、スマスト関連に総じて言えることかもしれませんがね、やっぱり静かなんですよね。このあたり。で、まあ、こっちをセガサミーとね、比較してみたんですけど、サミーが上がれば DMP は上がるかなと思ったんですけど、まあ、傾向的には、やっぱ比較的右肩上がりになってると。で、セガサミーはね、ちょっとそのままの推移してるんで、DMP はパコンって上がってると。まあ、ここ、AI 関連もやってるんで、ちょっとなんともあれなんですけれども。うん。まあ、DMP ね、ここからどうなるか。非常にね、見物です。で、今ちょっとね、持ち合ってる感じもあるんですよね。うん。で、決算に関して言えば、ここクォーターごと多分見た方がいいかなと思うんですけど、今期1億5000万の黒字なんですけど、直近ね、こっから言えば、もう結構ね、改善傾向なんですよね。うん。もうだから46の決算で、ちょっとこけない。比較的こけてる感じが多いんですけど、ここでこけなかったら、まあ、情報修正はおそらくないでしょうけど、その分がね、あと多分プラスに行くと思うんで、結構プラスプラスで動いてくるんちゃうかなと思ってます。はい。で、ツイートもしたんですけど、RS1 のね、あれ結構スマスロに入ってますし、で、多分ね、カバネリも、入ってたと思いますし、まあ、幼児戦記も入ってたし、まあ、もう幼児戦記はね、終わったと思うんですけど、まあ、北斗もね、入ってたし。で、あとはね、バイオハザード。バイオも多分人気が出てくれば、増大になればね、ここにも恩恵あると思いますし、うん。で、ユニバーサルのね、決算でちょっと面白かったのが、遊戯機関連の売り上げ。あれ、もうほぼ少ないんですよ。確かスロットが残り8か6ぐらいあって、まだ1しか出てないですね。入れてないですね。で、パチンコも2タイトル出したんですけど、まだ残りね、6、これも6、4、残り4か6、スマスロも4、パチスロも4か6ぐらい残ってるんですよ。なのにもう両方の売り上げ半分ぐらいいってるんで、相当進捗いいよと。いうところでね、これ多分情報修正は、サミーよっぽどこけない限りあると思うんですよ。多分結構固く出してると思うんですよね、サミー。で、まぁ、ちょっと戻りますけれども、サミー自社株買いどこまで買うかわかんないんですけどね。うん。まだ買ってないんですよ。9月末残り2ヶ月で、最大ね 3.7% 分ぐらいの、うん、買ってくる。上限まで買うか分かんないんですけどね。可能性は、まあ、あるかな、というとこなんですよね。うん。
で、まあ、セガサミー、ちょっと、今、自社株買いするかどうかなんですよね。まあ、おそらく、ここはですね、増配は多分あるかなとは思っております。まあ、増配はあるかなと思うんですけれども、今後のさらなるね、株主還元があるかどうかなんですよね。うん。今ちょっとね、見ようと思ってるんですけど、なかなか出てこずって。過去ね、自社株買いして、なんかどこまで買ったのかってのはちょっとね、気にはなってるんですけれども。まあ、あとそれか、株主優待っていうのもあるかな。今確かセガサミー株主優待はなくなったんですよね。うん。やっぱ基本的にセガサミーとかは多分自社株買いはほとんどやってないですよね、ここ。うん、まあただね、セガサミ自社株買いしないかっていうとすると思うんですけどね。さすがにこれでゼロでしたとかになるとそれはちょっとないかなって気もしてるんで、まあそういったところのプラス要因もねあるかなとは思うんですよね。うん。まあ、なんで、セガサミーはね、やっぱ、こっからまだまだ全然上はあるかなと気はしてます。もちろんね、上下はあるかなと思うんですけど、もう突き足でもやばいっすよ、これ。まあ、次どこかっていうと、やっぱここじゃないですか。多分ここまで行くんじゃないかな、とはね、思います。はい。まあ、ここね、どうなってくるか。まだ PR17 倍ぐらいなんで、はい。どうかなとは思うんですけど。はい。まあ、あとね、ちょっと余談なんですけど、今日ちょっとどうなるかわかんないですけどね、ポーラちょっと買ってみました。ちょっとこれも売られすぎなんじゃないかなって気もするんですけど、どうなんですかね。というところでございます。はい。でね、16% 情報修正をしたにもかかわらず、なんですよね。ポーラに関しては。うん。まあ、コンセンサスの非常に情報、ね、進捗も今第3クォーターぐらいまでいってるんで、まあ、うん、とんでもなくいいよと。で、こっからインバウンドまた増えてくればね、さらに上もあるし、うん、おもろい展開があるんじゃないかなと思ってるんですけど。はい。で、あとね、やっぱここなんですよね。ちょっと最近気になってるのはノート。うん。まあ、ここほんとね、ゆっくりゆっくり行ってほしいんですよね、ノート。うん。じわ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 。うん。じわ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 ね、行ってくれるとどっかのタイミングでポコンって上がるかな。それ待ちなんですけど。はい。という形でございます。まあね、ちょっと明日もしかしたらね、ちょっと調整局面に来るかなと思いますし、今先物状況もね、ちょっとわかんないんですけど、はい。まあ、ただね、爆上がりしていってほしいんですけどね、まあ、ここからまたユニット関連行くかなと思いますし、明日のマミヤの決算もね、非常に気になるところでございます。では、以上です。